Hi, good job, everyone. I'm Mao, Fishing Channel. 今日は昨日のなんだ平和の滝に続いて、今日はまあまあいつも行ってる中山峠周辺の川に来ました。なんかね、なんか思ったより渋いね。いつもこの時期になったらこう産卵が近くて活性化してるイメージがあるんですけど、今日はなんか今のところイワナ 2,3 匹しか釣れてませんね。まあまあ昨日みたいな平和の滝の奥ほど露骨に魚が薄いわけではないんですけど、なんか あまり食ってこないですね。うん、ではちょっと待ってよ。釣果はいまいちだけど、まあまあ釣れるときは本当ガンガンいくらでも釣れるとこなんだけど、まあいいや。お盆休み最後の3日目はまあのんびりしますか。この辺は結構いい山菜取りでもお世話になる日なんで、まあまあ本気で釣ろうと思ったらここじゃなくて、まあ尻別川水系とかなんか道民の森の方とか、まあまあ今時期実績のある場所でするんですけど、よいしょ、よいしょ、なんか一回ここを来てみたいなと思ったんですよね。この今の時期に。そしたらやっぱなんか今一時ですね。尺あるかないかぐらいの昨日の平和の滝で釣ったイワナだったら多分これぐらい、このちっちゃい、まあこれぐらい。まあ景色だけは、景色はまあいいよ。景色だけは本当にいいんだけど、本当はあの上、本当行ってみたいんだけど、どうやったら行けるかなっていつも考えるけど、まあ、向こうからぐるーって回って、何キロか釣り下がらないとこっち来れないんだろうなとは思います。まあ、今日はなんかそんな気分じゃないし、おとなしく帰ろうと思います。じゃあ、またお会いいたしましょい。またねー。